それでは別館です。はい、ということで先ほどね本編で未来コオロギスナックこれのなんか回し物みたいな、嫌だこんな未来はやめてっていう話になりましたけど、室伏先生虫ってどうです食べたことはあります？いや食べたのはハチの子となんか芋虫みたいな中国に行った時に素揚げで食べました。ハチの子の素揚げはね、はい、はっきり言ってね もちもちしてたなんかおつまみ用チーズみたいで美味しかったです。美味しいんだ。うん、雲南産のね赤ワインすごいあったんでね、はあ、大勢で行ってみんなおそろそろ食べて僕もおそろそろ食べたんですけどみんな食べないでしょ、はい、で中にさなぎもあったりとかするんですけどあれも結構ねもちもち美味しかったんで僕ね最後で僕一人で、ね、僕の前に置いて僕すごいガチガチ美味しかった。本当スナック菓子みたいで美味しかったあれは。味覚としては苦いとか甘いとか全然もうそれで蜂蜜つけたりとか、はあ、塩味ついてるし全然美味しい。へただの僕からするとなんかおつまみチーズみたいな感じ。あ、そうなんですか。じゃないですかおつまみ用でほら新幹線のワゴンとか売ってるような、うん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 、ああいう感じの、はい、あ、じゃあ食わず嫌いはいけないってことでもありますよね。まあでも別に食べる必要はなきゃ食べなくていいでしょう、うん、まあね、あえて食べなく、まあ文化、うん、食文化ではいいと思うんですけどね、うん、先生はじゃあ虫系は大丈夫なんだ、強いんだ。僕ね小学校の時は虫大好きで、飼ってましたね。取ってきてバッタとかね、あとカマキリ僕好きで、でもカマキリね僕問題はね、はい、問題っていうかねカマキリがいたわけですよ、近くの家で、はい、空き家になってるところでたまたま、うん、でススキとかいるでしょ、はい、カマキリいると僕うわーって捕まえてくるわけですよ、うん、でここ持つとこれここのカマとかないからいいと思って飼ってた、はい、でもう一匹だからおっと思って2匹こう飼ってたわけですよ、はい、でそしたらね共食いしちゃって あれ1匹しかいないどうしたんだと思って逃げたと思って見たら、はい、頭だけ転がってたんです。きれいに食べちゃったみたいで、あ、頭だけ残ってるんだ。で結局メスがねオス食べて、おで卵を産みましたねメスはね、はい、あれは本当なんですね。カマキリはね、妊娠した後すぐ食べちゃう。そうそう、だから彼らにとっては、うん、そういうものなんですよね。だから僕バッタとか、ね、あとはカマキリ好きでしょ、はい、だそれこそコオロギもね、ま、庭にもいたんで捕まえましたよ。でコオロギもねあれねあれにしてましたカマキリの餌頭食べたら大体ね食べ終わった後にね頭だけ転がってるんですよ。へこの部分ねこの部分だけその部分だけここだけ転がってます。あ、はい、そうなんです、うん、こっち全部食べちゃうんでカマキリが。そこ硬いのかなやっぱり。そう硬いでしょでもコオロギも意外とこうなってるからあれ獰猛なんですよね。あれそうですね、捕まえるでしょ。だからなんかしてそうすると攻撃するときって手噛まれますからね。あれへこうなってるでしょ。なってますなってます、うん、だ他のバタ食べたりとかするので、うん、そうそうそう、うんうん、あとはなんだか、まあ、カブトムシとかねクワガタとかは飼ってたし、はい、カブトムシが卵を産んでそうメスでしたけどねだったし、うん、カブトムシのあそこに何が入ってるのかすごい気になりますよね。えどこふっくらしてるじゃないですか。どれカブトムシってこうなんかわかります？カブトの中って何が入ってるのかなって何ですかね。ねえ、なんかちょっと柔らかい感じがなんかゾワってこうなるんだけど。いや全然僕カブトムシでなんか好きでした、うん、好きでねカブトムシ自分で捕まえたこともあるし。へあでもそうですよね少年はねみんな小学校の時みんなでねもうねおがくずのところにいっぱいいたんでわあいっぱい取ってきてカブトムシ、うんうんうん、クワガタも飼ってたでしょう、うん、あとなんだろうな、まあ、セミ取り好きだったらセミ取ったりとか。へえ。あとね岩のね石をこうやって取ると、うんうん、その中にほらいろんなはい、いるでしょ。います。虫がダンゴムシとかいます。あれも僕見るの好きで。へちょっといな名前はこういう名前言っていいんですか。チンボハサミっていうのがいて後ろに尻尾の方にこうついてるやつ あれも、ね、好きでね。そう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 、あれ僕あれも好きでねあれ取ってきたりとかしてね。あとダンゴムシ食虫植物も飼ってたんで持ってたんでハエ取り草とかにねダンゴムシとか入れてハエ取り草に壊したりとかそういうことを、まあ、残酷なことしちゃうんですね、はい、散々やってました。だから本当に虫はね昆虫図鑑とか、はい、あと世界の海外の昆虫も見たいって言って、うん、そういうのをねほらあるじゃんデパートの催事場であるでしょ、うんうん、そういうとこ見に行ったりとか。おー
してましたね。実際ブラジル行ってイグアスの滝行った時に、まあ、そういう虫見ましたけどね。あ、巨大な虫とかですか？いやでも全然、ね、普通にね、あの綺麗な蝶々とかですよ。あと向こうの蚊はね、毒が弱いのか、なんかね刺してる時分かるんですよ。だからもうその場でパチンパチン潰してねとかしましたけど、だから虫は本当ね、うん、好きで、あとはあのガの石なんですけど、大須賀芝っていうのが近くの公園で飛びながら蜜吸うんですね、こうやって、はいはい、あれがいいなと思って、そう、大須賀芝を捕まえてきたりとか、だから夏休みの自由研究とかで標本作ってね、うん、あ、本格的ですね、うん、標本、うん、だ虫は結構、どうやって作るんですか標本？標の小脳で、はい、あの防虫剤ね、あれで殺して、はい、でそれであのこうピン、虫ピンで刺してこう展示するっていう、そのまんまで大丈夫なんだ。うん、そのまんまで、あのなんてスプレーかけたりとか全然しないしない、うん、まあ、小学生だからそこまで手込んでないんでね、うん、それは学者さんとかやってるでしょうけどね、あの腐らないようにするために、うんうん、僕はそれだけやってたのと、あとね、アース製薬ってあるでしょ、うん、はいはい、あそこ の, あの研究所なんですけど、あそこって何十万匹とかゴキブリがいて、そのゴキブリの部屋入ったことあるんですけど、あのガラス越しですよ、中、うん、入ったみたくて、でそこに虫のね前から撮った写真があるんですよ、はい、でこれ何の虫でしょうっていうのを僕全部当てました。すごいですね、虫の顔が分かるんだ。虫だからこれ見て、あ、これはガタナとか、これは何とかなって分かるので、それぐらい虫をすごい、昆虫ずっと見てたから、それすごいですね。昔だから生物とか大好きで、うん、あのまあ、あの理数系そんなに僕は得意な人間じゃなかったんですけど、あの生物だけはねもう必ず高得点90点以上取ってました。そうですか。あの遺伝の法則とか好きです、すごい。とか虫って意思疎通ってできるんですかね。あれはほら、あの意思疎通っていうか、うん、あの情報交換してるでしょ、うん、あのほら 蜂のほらこういう行動とか、 あと、はい、なんかね、なんだろう、で電波じゃないけどそういうのを送って、はい、あの警戒を送ったりとかするでしょ。アリもそれやってますよね。あとほら匂い残したりとかして、匂いフェロモンで誘導するって言いますもんね。そう、だから一回、だからそのアリがね、家アリがいて、あのそれを全滅させようと思った時にアリのスコロリってあって、それを使ってやったわけです。でそれをね、そこ通って、うん、あのそのね、あの餌を持って巣に持っていくと、それ巣が全滅するってなんですけど、一、はい、回それがまずいってバレちゃうと、そこに匂いをつけてマーキングするから、みんな素通りしてくるんです。へー、すごいですね。すごい頭いいんですね。そう、はい、実は、うん、そう学習するんですね。そう、だからアリとはね、結構ね、家アリと僕は戦ってたんで、うん、どういうことですか。母親からね、うう、家の中上がってくるのがあって、母親からもうね、アリなんとかしろって言われると、ずっとアリのね、どっかから来るんだとずっと見て、庭に、いや庭のこの岩の下だと思うと、岩開けて、はい、そこ掘り返して熱湯を持ってきてジャバーってかけて全滅させるとかね。熱湯攻めですね。熱湯攻め、熱湯攻めやってましたね。なるほど。何の話やって感じです。そうか、まあ、ちょっとアリに手を合わせたいと思います。成仏してくださいということで、室内さん本当あの幅広くいろんなね、はい、趣味が豊富でいらっしゃるので、はい、最近は別にあの昆虫はね、あんまりご縁がうん、ないですけどね。でもとりあえずコオロギ食べるのはね、食べません。食べません。それよりも日本の食料生産自給率を上げましょうということですね、はい、でそうすれば虫さんたちもほら餌ができるから、うん、あ、そっか。そうだから、あの無農薬で、あのそういう農業をして、僕その稲刈りお手伝いに行ったことがあって、もう本当に水抜かないんで泥のままと行ったんですけど、もうそこ行くとね、巨大なコオロギといっぱいいましたよ。あ、そっか。子供にとっては嬉しいだろうなと。ただ虫嫌いな子がいたらキャー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 言うだろう。僕は全然平気なんで、おお、いるんですごいねと思って、うん、すごいな。それはもう食文化をちゃんと支えることにもなるし、子供たちの幼い頃の遊び場にもなるし、あと水田といえば水生昆虫でしょ。ゲンゴロウとかタガメとか、うん、そう、ザリガニもいたな。あれ僕ね、あの取りたいけど取れなかったから、しょうがないから買ってきて飼ったりとかしてましたよ。アメンボでしょ。はい、あとねタガメだったかな。タガメいますね。そうそうそう、あれほら、僕やっぱり男の子ってほら、あの捕虫昆虫って好きでしょ、うん、はいはい、うん、そう、それが好きでね、あのそうそうそう、あとヤゴとかね。あ、ヤゴ、ヤゴはね、見方によって気持ち悪いと思うでしょ、うん、でもほらこっからこう出してこう捕らえるでしょ、はい、あれでね、他の虫をこう捕らえるのが好き、見るのが好きで。なるほど。そうで、あれがトンボになるんだと思いながらね、うんうん、トンボはなかなか捕まえられませんでしたけど。トンボは綺麗ですね。うん、塩辛トンボよく捕まえましたけどね、赤トンボは捕まえられなかったな、うん、はい、うん、ということで、はい、自給率を上げればこういう素敵な体験を子どもたちにさせてあげられるということです。はい、
ありがとうございました。